川勝平太静岡県知事は2日、県庁で報道陣の取材に6月議会をもってこの職を辞そうと思っていると述べ、4期目の任期を約1年3ヶ月残して辞職する意向を示した。川勝知事は前日新規採用職員への訓示で、県庁はシンクタンク。野菜を売るのとは違うなどと発言し、職業差別との批判が殺到していた。 川勝知事は、県内でのリニア中央新幹線トンネル工事をめぐり、JR 東海に大井川水資源や南アルプス自然環境の保全に入念な対策を求め、応じるまでは、県内での工事を認めない姿勢を貫いてきた。任期途中の辞意を示したことで、関係者の間では、リニア事業前進への期待と、今後の見通しへの不安が交錯。 多くの人が県のリニア対応の大きな転換点になるとの見方を示した。リニア問題に関する県有識者会議専門部会委員の一人は知事の突然の辞表明に次の専門部会に向けて JR と協議している最中。投げ出しと受け取られてもしょうがないと戸惑いを口にした。 これまでの議論の継続性があると、県がすぐに主張を転換することに否定的な見方を示しつつ、議論の方向性が変わることは間違いないと見解を述べた。県は4月から、川勝知事の強い意向で、南アルプス環境保全の担当部長を新たに設け、リニア問題への対応を強化したばかりだった。県のある幹部は、リニア対応の組織的規模は縮小せざるを得ないとの、 見方を示した大井川の漂流水や地下水を利用して生活している流域重視庁と利水団体は18年8月 JR に着実な保全策の実施を求め大井川利水関係協議会を組織した県は同協議会を代表して同社と交渉する立場だが21年12月に国が大井川水資源の保全に関する報告書を取りまとめて以降は 川勝知事と流域市長の市長の間で認識の違いが表面化していった。JR は3月29日、県内での工事の見込みが立たないことを理由に、品川名古屋間の27年開業の断念を表明。静岡工区の工期を10年程度と想定し、開業は早くても34年以降になると明らかにした。川勝知事は、 静岡航区の工事期間が明確になったことを評価し、持論の部分開業オリニア建設促進規制同盟会で主張することに意欲を示すコメントを発表していた。川勝知事の姿勢を応援してきた関係者は、JR の表明を一区切りと捉えたのか、真意がわからないと戸惑い、今後の環境保全をめぐる議論の行方を中止するとした。JR の担当者は、 コメントトすする立場にないととしたた以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものですリニア中央新幹線の整備の遅れは沿線地域で巨額の機械損失を発生させてしまう JR 東海が品川名古屋間の2027年開業を断念した大きな要因の一つが周辺環境に影響が出ると主張する川勝知事の反対により 静岡航空で着工できないという問題であった。リニア中央新幹線の整備は、事業主体は JR 東海だが、財政投融資から3兆円が投じられており、国家プロジェクトと言ってもいいものだ。国家プロジェクトを実現して、国レベルの経済効果を享受するためにも、静岡県と JR 東海の協議による解決は、喫緊の課題となっていた。 川勝知事の辞任により静岡県のリニア対応が変わることは間違いない静岡県と JR 東海の協議により平行線をたどっていた周辺環境に与える影響の問題が解決すればリニア中央新幹線の整備の遅れはかなりの程度取り戻せるはずだリニア問題の転換点となることは間違いがないしかし問題は リニアだけではない。今後の知事選の日程も問題となってくる。川勝知事と対立する県の自民党は候補者擁立に動くだろうが、現在の支持率の低迷もあり。そして、県知事選が行われたところで、川勝知事の後継となる野党系の候補者に必ずしも勝てるかどうかはわからない。臨時会を開いて、 早期の知事の不信任案の可決にこぎつければ、知事批判票を獲得する可能性はあるものの、現時点での自民党の支持率では、続く知事選で惨敗する可能性もある。いつ知事選を行うかが鍵になる。結局、なんで川勝があれほどリニアに執着したのかわからない。正直、大井川流域と歩調を合わせて、 大井川の被害を軽減した実績で満足しておけば、全国は別にして、地元のヒーローになれただろうし、再選もあり得た。なのにやりすぎて、大井川と喧嘩して、メディアに叩かれて、このありさま。川勝が、大井川流域と喧嘩したことで誰も得しなかったし、問題の真ん中にいた川勝が、突然に辞めることになって、ただ無駄に時間を浪費しただけだった。 総理大臣と違い県民に直接選ばれた知事、県民を二分する賛成、反対は県外地域にも影響が大きいこともある知事の権限はそれなりに必要だが国家プロジェクト、防衛安全保障関連に関しては権限を緩和できない者方地域でも、新幹線駅問題、反米親中知事の米軍基地問題、原発問題等。 簡単に決められても困るがコロコロ実行中止の中断もよくないリニアは安全性自然影響には確かに問題はあるが進める方が良いと思います新しい知事さんと話し合ってトンネルを掘ってリニアを開通させれば良いですねトンネル工事の影響で川の水が減るようなそれ見たことかといったことにならないように慎重に工事を進めてほしいですねあと 品川から相模原の間のトンネルが田園調布の下を通るようですが、こっちも調布で起きたような住宅街の道路陥没とった事故が起きないように安全第一で工事を進めてほしいですね。リニアに乗る日を楽しみ待っています。リニアに進展があれば通過駅のできる地方都市の活性化もできるが、結局は東京。 名古屋へのの人口流出が加速するのではないかリニアに関しても新幹線の何倍かの電力を必要とするが今の日本では供給余力はない原発も地震大国の日本でどこまで許容できるかだ福島原発を見れば災害時の問題は浮き彫りにされている一番の大きな問題は人口減少人口は30年後には 今より40万には減る。震災の時の第二の動脈で新幹線の代替期間となる意見もあるが震災時は断層の多い南アルプスのトンネルが崩れる可能性は大きくそうなれば通行不可だまた莫大な費用の回収のため在来線の運賃値上げも考えられる技術を確立して海外に輸出すれば国益にかなうのは理解できる ただ日本中に新幹線のようにリニアを張り巡らせることは不可能だろうただ日本中枢となる東京名古屋大阪の発展には寄与することは明白以上のメリットやデメリットを考慮すべだまずは朗報だね辞任表明後立憲の渡辺山根議員に2027年開業阻止の目的は果たせた 次はあなたに知事をやってほしいと電話したらしい。2027年開業阻止が目的だったということは、リニア開業世界初を中国に譲りたかったとしか思えない。沖縄のデニー知事と同様、親中派と言われていたから、何か裏取引があっても不思議ではないからね。立憲もよく考えて、次の候補者を選ばないと、支持率を落とすことになりかねない。 それと国防や国家プロジェクトについては一首長の意向に振り回されないように法整備が必要なのではないか。